裁が出ます。もしかし。そうですよ。うん。厳しいです。厳しい。超感覚で。じゃあそこをレッスンしましょう。はい。まずちょっとメカニクス的な話をするんですけど、はい、で、まあ、なんかもう本当マッピピして少し手が外に出る方がすげえすごい。うん。ここからもうなんかピンしか見えてない。外の方向に。外の方向というか、まあターゲットぐらいですけど、ちょっと外側に出てる、はい、本来もうちょっと体の周りを回ってほしいんですけど、で、逆に抑えようとする動きっていうのがこういう、まあちょっとフライングウェッジなんですけど、この左脇が少し空いていくような動きなんで、全体的にインサイドアウトが強くて、なおかつ、その分、まっすぐ飛ばすにはフェースを開かないといけない、開かないと右に飛び出ないじゃないですか、はい、右に飛び出るってことはその分ロフトが多くなるので、はい、非常に高い球になってしまうっていうことなんですね、はい、だからそれをちょっと修正するのにもっと左に振り抜いてほしいなと思います、はい、でどうやってやるかっていうとちょっとウェッジを持ってきてもらって、はい、これを持ってください。でもあれ左にしてこういう形で、はい、左に行くともう全然抜けなくなってくる。それでちょっと素振りをしてもらって、はい、その際に最初のバックスイングはこうですね、そこから少しこういう方向に変わるんですよね、はいはい、こういう感じで上がって、まあこの方向です、はい、で、ここからですね、まあ肩がでも少しすごくないですね。もう下半身やって最後ですね、ここのところでインパクトの時に、はい、インパクト5に出す。これが結構すごくないか、ね、脇腹に当たる。なんかボールによってすげえ曲がりが同じところに当たるようにしてます。こうじゃなくてこうじゃなくて、ここです、はい、同じところ、はい、ちょっと素振りしてみましょう。どうでした？高いですね、うん、高いってことは少しフライングウェッジになってこう手首がこのリリースが大きすぎるんですね、はい、だからもう少し手首のリリースを抑えて、はい、もうちょっと維持しましょう、はい、いいですか、はい、そしたらちょっと戻してください、はい、そしたらここからバックスイングをしてでこのポジションに入ります。もうちょっと体開いて、はい、腰も開いて、はい、このポジションに入ります、はい。ここから手首をこうやってフリップしてフリップっていうんですけど、はい、フリップしてリリースするんじゃなくて、はい、ここからですね、この動き、この動きが少し入りながら、こういう感じにリリースして、はい、そうすると、同じところに行きますか、はい。フリップをしちゃうと、ここで少し手が浮いて、こういう形に。はい、でも変わんない、今までより全然変わんない。そうそうそう、そう体がターンして沈み込んでくる。そうそうそう、そしたらボールちょっと打ってみましょう、はい、だからもうそのポジションで少しハンドがこうフォワードになってるから、もう言ってみればあまりこの手を使うことは全くない感じで、これの動きだけは入りますけど、ここからまあハーフまでいかないぐらいな大きさで、そこからですね、はい、はい、で今までの癖でちょっとフェースが開き気味なので、はい、ちょっとこういいですか、はい、同じポジションでデリバリーが出てきます。そうですね、ここのところでフェースがあんまり開いていくと、このまんま手のターンを今まではちょっと使ってたんですね、はい、使って体を止めてこういうふうにスクエアにしてたんだけど、今度はボディに行くと少しオープンになっちゃう、はい、だからここで
車、はい、ここからゴーグルマスク、はい、持っていきましょう。まあ大体15度から20度ぐらい、はい、こう下を向いてる感じですよね、塔が、はい、そこから、はい、手を使わずに、はい、そうですね、そうするとスクエアになりますよね、はい、こうやっていったしまう。今のは僕が当たりました。当たりました、割と良かった気がします。はい、じゃあ行きましょう、はい、ボディのターンをもう少しこう左側に、あ、はい、ちょっとインパクトポジションでしょうね、はい、これこういう感じ、体が頭にするようにしてこういう感じ、はい、で高さが低い方が左右腕はこういう、はい、はい、少し閉じてるイメージを持っていきます、はいはい、そっちの方が慣れてきたんで、はい、こっちに近い、はい、これがずっとこの左腕に触れてるような感じ、はい、触れてれば、はい、はい、その感じですね。で、手首は使わずにボディを使って、左に、そう。で、ボディの使って、そう。で、はい、今インパクトポジションがちょっと高いんで、ちょっとこういうリリースをしないと間に合わなくなっちゃう。届かない、はい、届かなくなってるんで、インパクトのポジションをもう少し低くします、はい、S2 で構えてください。これでインパクトを膝を曲げてこの高さに来るっていうことを想定してください、はい、でスッと戻してそのまんまその高さに行きましょう、その高さでインパクトですよ。めちゃめちゃスピン入りますね、止まる、やばい、はい、止まり方がやばい、はい、はい、行きましょう。どうだろう、どうでしょう、ハンドもフォワードして、ハンドがこう手が前に行って左サイドですね、左サイド、もうちょっと肩をオープンして、そうですね、はい、曲げてるイメージを少し持って、はい、スッと戻ったらそのポジションを作っていきます。そうすると球が引く、はい、つまりフォワードシャフトリーンと呼ばれる左に傾いている状態でインパクトができるから球が低くなる、はい、だからアイアンはそれの方がロフトが少なくなるし、はい、あの効率的に飛ばすことができるので、はい、そっちの方向を、はい、もう一回行きましょう。左に傾け、左に向けば向くほど低く、低いポジション、はい、そうです。高さもその高さ、はい、
多分ウェッジで多分普段打ってるとこれだけ低い球を打ってない。そうですね、球はフェースに乗る感じがなかったんで、うん、こっちの。そしたらちょっとこれをイメージして、はい、またちょっとアイアン戻しましょう。あ、はい、してる時にでバックスイングの完了したところ、ここで全てサイドベントに変わるんですね、はい、フォワードベントがサイドベントに変わる。あとはターンが入るってことですね。90度以上のターンが入る。これをグッとこっちに蹴ってあげると、あの腰が回り始めるんで、腰が大体、まあ、40ヤードぐらい足りがない、若干右側に出てって戻ってくる球になるというところが、まず目指すゴールがある。右側に20度傾いてるとちょうどいい形でこのグリップが徐々に徐々に上がってくるところを作ること。そこからクラブがリリースされて、この状態からシャドウ。うん、ナイスショットです。これも入りましたね。このようにですね、つま先というよりかはかかとの左かかとの外側に重心があるのが、見てわかると思います。ここにあのデリバリーポジションが来ちゃうと外に行っちゃうから、もっとここに落としてる感じ、こういう感じで落としてる。そうすればここの左側のギャップを埋めることで